はい、皆様こんばんは。カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。明日はファンフェスタです。この後僕はファンフェスタの台本をしっかり読み込んで、覚えるところを覚えようと思うんですが、覚えきれません。明日たくさんあるんだよ。もう楽しみだね皆さん。さて、そう、球場にお越しになれない方もパーリーグ TV とか、オリックスバファローズ のビーズ TV、YouTube ライブでおそらく配信されますので、ぜひチェックしてみてください。さて、やりましょう。皆様が選ぶオリックスのベストゲーム2022ということで、今日は中英二さんから頂戴しました、ベストゲームを振り返っていきましょう。お便りご紹介します。私は7月29日のロッテ戦を挙げます。全くの負けゲームを勝ちにロッテからプレゼントされた試合ですということで、ZOZO へ見に行っていましたけれども、全然ダメで見どころもなく、かなりリードされていたと思います。もう負けと覚悟して一緒に来た友人が帰ることになって、もう今日はダメだと思って9回途中で帰りました。あとガチガチのロッテファン2人は張り切って残って観戦をしておりました。うちについて速報を見てみると同点になっている。何が起きたのか。テレビで見ると逆転勝ち。かなり遅くまでの試合だったと思います。最後まで観戦していたロッテファンはがっくりとへたり込んでしまったようです。そうでしょうね。この7月で貯金を作って3位に躍進、8月はなんとか乗り切って9月以降の躍進につながったものと思われますということで、中さんからの、リクエストといいますか、振り返りベストゲーム7月29日のマリン戦です。 ZOZO マリンでの、マリンズバファローズ今シーズンの第16回戦、オールスター明けの最初のゲームでした。後半戦の最初のゲームということになったんだね。この段階でバファローズは連勝2連勝中ということで、貯金を1つ持って臨んだこの後半戦の初戦ということになったんだけども、マリーンズ戦先発はバファローズが山崎福也、一方のマリーンズが石川歩夢という2人の先発で、風が強いゲームだったんだね。でこの試合は、ブラックサマーウィークエンドっていうイベントが行われて、マリーンズは黒いユニフォームを着た。でオリックスは、白のサードユニ、ピンストライプ、紺のピンストライプが入った、ユニフォームなんで、なんか普通ZOZO マリンで縦縞を着るのはマリーンズだから、なんかすごい変な感じがしたんだけども、バファローズが三塁側で白い縦縞を、白いユニフォームに紺の縦縞、ピンストライプのユニフォームを着たというゲームでもありました。さあ初回ですよ。ランナーを置いてバッター福田が引っ張ってライト線、打球が抜けていって、その間にさあファーストランナーの足立は二塁三塁を蹴ってホームに帰ってきました。バッターランナー福田はセカンドへ先制タイムリーツーベースという形で、石川君の立ち上がりを攻めてバファローズが1点を先制する。そしてバッターはラオウですよ。石川君のカーブを捉えて打球はレフトに上がって、レフト追いの下がって下がって下がって頭の上越えた、入った。ラグーンにボールが飛び込んでいきました。第12号ツーランホームラン。バファローズ初回追加点3点目が入りました。杉本のホームランで初回3点を先制する、いい流れですねと思ったその直後、今度はサッチの立ち上がり、先頭バッター荻野が先頭バッターホームラン、レフト後方に運んで、これもいい当たりでした。これで同点、やだ3対1、ね、1点差で、2回にランナーを置いてエチェバリア、この打球がセンターに上がってセンター下がって福田下がって下がって下がって、打球はフェンスを越えていきました、入りました。エチェバリアのホームラン、ツーランホームラン、同点に追いついたマリーンズ、2回に同点に追いついて3対3になるわけ、ね、で、まあ、3対3に追いつかれて、でもバファローズはまた今度は満塁のチャンスをもらった後にマッカーシーがデッドボール押し出しで1点もらうわけで、これで4対3とリードを奪う。ところが5回です。先頭松川がヒットを放って、続くバッターランナー出て、ランナー2人たまってバッターボックス、高めの打球はサチヤ君のチェンジアップを捉えて、打球はセンターの後方、センター下がってセンター右下がって下がって福田下がって下がって、入ったか、入った、ホームラン、高めの逆転スリーランホームラン、6対4マリーンズリードを奪いますということで、ここで逆転を許してしまいます。でまたその直後6回の表に、今度は、小野文哉からもらったチャンスにバッターの吉田正尚が押し出したフォアボール、これでまた1点差6対5にバファローズ追い上げる。ところが6回、まあ、5回でこのサッチはマウンド降りたんだけど、3本のホームランを打たれてね、
で6回から黒木君がマウンドに上がるんだけどもランナー置いて松川がライト前タイムリーヒット、続く藤岡もフォークをうまく、捉えてライトへの犠牲フライ2点を追加したマリーンズ、これで8対5 3点差、ちょっとまあ破壊度が悪いねバファローズからすれば。でゲームは、9回に進んでいく。で3点差セーブシチュエーションです。クローザーの増田投手がマウンドに上がるんだけども、ここでランナー2人出すバファローズが。でね、3点差迎えるバッターは杉本裕太郎ですよ。その杉本が3、2からのボールを捉えて打球はレフトポール際、打球伸びていって伸びていって伸びていってた、さあどうか、ボール右か左か、ボール巻いて入った、同点スリーランホームラン、今日2本目第13号杉本裕太郎、バファローズが土壇場同点に追いつきましたって追いつくんだよね。えこの9回の増田投手から打つスリーランっていうのは去年の9月30日も T 岡田選手が打ったあの逆転スリーランだったんだけども、この日は同点ホームランだった。で追いついて8対8、さあゲーム振り出しに戻って延長戦ですよ。まあその前に9回ピンチがあったんだけども、9回の裏は本田君がなんとかしのいで、10回はワゲスパック、11回は阿部ちゃんがマウンドに上がるんだけども、この阿部ちゃんがピンチを背負ってランナー2塁1塁2アウト、バッターボックスの代打の菅野という場面で中島監督動きました。どう動いたかというと、ピッチャーを変えたんじゃない、シフトを取った、外野に5人守ったらね、つまり、外野2人ですよ、三遊間寄りに、紅林君を寄せてセカンドキャンバス寄りにこの大城君を守らせてみたいな形で、ちょっとこの内野でライトが前に来たのかな、そんな感じの守備位置を取った、あ福田君が前に来たのか、で、ライトが右中間、レフトの圭太君が、左中間の浅めのところに守備位置を取るという、こういう守りでどうなんだろうと思ったら、菅野君の打球がショートの右、セカンドキャンバス左を抜けていって打球はセンターに抜ける、普通ならセンター前ヒットというコースが、ただそこには中川圭太が浅い位置で待っていた、中川ボールを取る、セカンドランナー藤岡三塁キャンバスを蹴る、バックホームワンバウンド、ボールが返ってタッチはアウト、なんと左中間の浅い位置、中川圭太が守っていました。ボールを取ってワンバウンド、ストライク返球、若月がランナーにタッチしてアウト、藤岡ホーム手前でタッチアウトで、さようならを阻止する、中島マジックだね。で10回ですよ、12回ですよ、まあ、この回で決着つくのかという、もう最後の回ね、本当の最終回、フルで戦う12回の表、ワンアウトランナー一塁でバッターボックスは太田、ピッチャー広畑がマウンドに上がっていたんだけども、太田打ってセカンドからセカンドボールを取ってショートを打ってフォースアウト、一塁転送、一塁このボールは高い、一塁ランナー残ります、ツーアウトランナー一塁、中村翔吾、藤岡とボールを渡ってフォースアウト、藤岡から一塁送球、これが高くなりました、ランナー残った、普通ならあれゲッツーで完全に終わってるというね、シーンだったんだけども、マリーンズミスが出た。でこのあとダイソー小田君が起用されるんだけども、小田君が牽制に誘い出されて挟まれるんですが、ファースト取って二塁送球、この送球がそれた、レフトにボールがこぼれる、セカンドセーフ、ツーアウトランナー二塁、完全に小田ちゃんとしてはスタート切ったんだけど牽制で挟まれた形になったんだね。でもそこ戻らずにもうセカンドに向かっていったんだけども、ファーストに入ってきた菅野君の送球がちょっとレフト方向、三塁方向にそれたの、それでベースカバーのショート藤岡君取れずに、送球はレフトへ抜けて、それる間にランナーセカンドへ、さあツーアウトランナー二塁、ここでこの12回で2つ相手のミスをもらってチャンスがなんとか、作れた。でバッターボックス福田君の打球は1、2塁間の打球、中村翔吾ボールを取って1塁送球、1塁送球、これは高い、ファースト取れません、ランナーセカンドから小田が帰って9点目、9対8、記録はヒット内野安打、内野安打とエラーが記録されたね。でこれで勝ち越してるんですよ。だからこの12回にはロッテの内野の守りが3つ出た、ショート、ファースト、セカンドで、これで1点もらって、最後は近藤君がマウンドに上がってランナー出すんだけども抑えて、阿部ちゃんが勝ち勝利投手になりまして、プロ初勝利、こんちゃんもセーブをマークするというね、近藤君もセーブをマークするというゲームで、9対8、長い時間は4時間36分という長い試合、両軍合わせましてヒットの数は27本、両軍合わせまして、マウンドに上がったピッチャーは15人という、まあ、そんなゲームだったんだけれども、オリックスがまさにその中さんがおっしゃるように、マリーズからプレゼントされた勝利、まあ、そんな感じのゲームではあったんだけど、ただやっぱりあの9回で
ゲームを振り出しに戻すラオウの一発っていうのが効いてるんだね。相手クローザーから打ったスリーランですから非常に価値がある、ということはではあると思うんですがね、まあ、こういった、ゲームの中で、価値を、まあ、もらった拾ったという延長12回という、まあ、死闘だったんだけどもね、まずこれであのオールスター系の初戦をオリックスは取ることができまして、この時点で3連勝、オールスター挟んで3連勝で貯金を、まあ、2つにしてということ、49勝47敗と、したゲームで、で実は、この3連戦頭取って、土曜日曜のゲームもバファローで取って、このオールスター明けの3連戦をスイープ、マリーンズを敵地でスイープするという、まあ、そのシリーズではあったんだけども、実はその後、火曜日からは、所沢で3連敗を喫するバファローズということで、まあ、貯金はできたんだけどまだ完全に、乗り切れたのかなっていう感じではありました。まあ、でも、6月7月と、まあ、勝ち越しを決めるというね、月間の成績ではあったんだけども、というわけで、まあ、こういった勝ちを拾ってで、その積み重ねでね、やっぱり優勝にまでたどり着いたということを考えれば、今、思い返せばこういったゲームは非常に、重要な、ゲームだったということが言えるのかもしれません。というわけで、今回は中英二さんから頂戴しました7月29日の、ゲームマリン戦を振り返りました。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。